関心予の気候再温暖期は、およそ7000年前から5000年前の間の、関心予で最も温暖であった時期を指す。他に、ヒプシサーマル、気候最適期、最暖期、気候最良期、最温暖期、最適気候、クライマティックオプティマムとも呼ばれている。温暖な状態が続いた後は2000年前くらいまでに、かけて徐々に気温が低下していった。異なった地点で再現された、 関心予の温度変化とその平均。最も右が現在関心予の気候再温暖気は北極付近では摂氏4度以上上昇した。ヨーロッパ北西では温暖になったが南部では寒冷化していた。年平均気温の変化は緯度が高いほど顕著に現れ基本的に低、中緯度ではあまり変化がなかった。熱帯のサンゴ礁では摂氏1度に満たない程度である。 世界平均では、おそらく20世紀半ばと比較して0.5セッシ二度温暖だったと言われている。はるか離れた南半球での関心用で最も温暖になったのは、およそ8000年前から1500年前の間、最終表記が終わって間もなくである。6000年前までの温暖期は、北半球の気候再温暖期と関連づけるのが、普通だが、これらの地域では、 当時すでにほぼ現在と同じ気温に達しており、北の気温変化とは関連がないとされている。しかし、何人かの研究者は、南で早くに起きた温暖化も、関心を気候再温暖期とみなしている。太陽黒点の過去1万1000年の活動、右が現在ミランコビッチサイクル。縦軸は、上から、地軸の再差運動、地軸の傾き、気通り心率、 横軸は時間。例の線のやや右が気候再温暖期にあたる。この気候事件はおそらく地球軌道の変化で簡単に説明がつき、最終表記終了の延長的な現象と思われる。9000年前、軌道要素では地軸の傾きが24度で極域の夏に最も太陽が近づいており、北半球が受ける日射量が極大となる。 ミランコビッチ要素の計算からは、さらに北半球の夏の日射量が、より増加し、より熱せられるという結果が導かれる。また、太陽黒点の活動も活発な時期であった。この結果、雷を伴った嵐が活発な熱帯収束帯と、呼ばれる地域が南へシフトしたと予想される。しかし、軌道要素の計算結果は、北半球で発見された気候の極大反応より、 数千年早い。この遅れは地球が最終表記から脱する時からの気候の継続的な変化や氷のフィードバック効果と関連した結果であろう。気候変動が異なった地域ではしばしば時期がずれたり、その継続期間も異なるということを考察する際にも同様である。いくつかの地点のこのイベントに伴う気候変化は早くて、 およそ9000年前から始まったり、4000年前まで継続している場所もある。さらに付け加えると、北半球から離れた南半球の再温暖期は、北半球の温暖化に先立ち非常に早く起きている。ほとんどの低緯度地域ではそれほど著しい、気温変化は見られなかったが、他の面での気候の変化は報告されている。アフリカやオーストラリアでは湿潤になり、特に、 アフリカを襲うモンスーンが強力になったために現在、サハラ砂漠の広がる場所は緑の植生が広がっていた。アメリカ中西部は砂漠に近い状態であった。南アメリカのアマゾン周辺では気温が上がり、乾燥化した。この時期は最終表記終了以降、最も北半球の氷床が溶けていたため、世界的な海水準が最も上昇していた。 この海水準の上昇は日本では縄文海進と呼ばれ、海面が今より3から5メートル高かったと言われている。日本列島の海に面した平野部は深くまで海が入り込んでいたことが分かっている。また、気候は現在より湿潤で市平均で1摂氏に度気温が高かった。ありがとうございます。